お存在否定してあげます。譲るぜ。一つの傲慢なる真実で全てを支配などできないことを教えてやる。イエス、ユアマジェスティ。では少しお相手しましょう。どうぞお嬢さん。なら、あの赤き真実の死亡宣告は何時の時点でのものだというのですか？それがあんたには特定できるっていうんですか？特定できない以上、事件発覚の時点での死亡宣告であることを否定はできません。この法廷が改定したとき、ラムダ・デルタ教は宣言しておりますよ。24時を迎えての答え合わせ。死亡宣告は2日目24時、すなわちゲーム終了時点のものです。そしてそれは事件発覚後と呼ばれる2日目朝以降の殺人を否定するものではありません。あの時点で犠牲者は生きていたと？首がパックリと裂かれているのに。それを探偵殿はご覧になられましたが、確かに全ての死体は誰であっても検視を誤ることはないとなっておりますが、死体でないものを死体と言ってはいけないとは言われておりませんもので。じゃあ、あの時点では誰も死んでない。まさか首に傷さえない。だって、じゃあどうしてバサルは悲鳴を上げたんです？足元がお留守だわ、お嬢ちゃん。すべてのゲーム開始時に後宮金蔵は死んでいる。ニーア、ええ、あなたの推理も顧みるべきではありませんか？金蔵は存在しません。よってあなたの推理の遺体消失が破綻します。道理です。金蔵以外の人物は遺体を消失させねば破綻します。我らは煉獄の七姉妹、主の仇、思い知れ。分身不正か。当時の死後、遺体は一切移動されていない。ジェスカの死後、遺体は一切移動されていない。マリアの死後、遺体は一切移動されていない。ドータの死後、死体は一切移動されていない。レンズの死後、死体は一切移動されていない。フランスの死後、遺体は一切移動されていない。よって遺体発見後に遺体が消失することはありえない。貴様の推理、遺体は金蔵が運び出したは破綻する。うわあ、だから何だってんですか。金蔵遺体でだって死体の消失は説明でき。夏日を追い詰めるためだけに策を浪すぎたわね。推理を遊びすぎましたな。金蔵の死を赤き真実で語れるのは今やあなたの主だけではありませんよ。これが魔女の闇を遊んだ報いです。それを知りなさい、ウルド・エリカ。許せ、クソジジイ。ここへ行け、バトラ。我が屍。証拠提示。後宮金蔵と識別可能な遺体を提示する。この遺体が後宮金蔵であると証明することはできますか？どれほど金蔵に酷似した遺体であろうと
言のみ、またき真実のみでの反論を無効とします。赤き真実での反論を無効？そんな思考もあるのね。確かに第三者の死体が存在しないことはすでに赤で語られている。しかしそれを赤で語ることを禁じられたらバトラのやつお手上げじゃない？そうだな、この閉ざされた六軒島ではこの死体が